闇夜のメアリー。判決は懲役2年。私の名前は春菜。たった今薬物売買の罪で懲役2年の判決を受けた。その後私が連れてこられたのは男性刑務所。おい刑務官、なんで私が男性刑務所なんだ。女性犯罪者が増えすぎて女性刑務所は定員オーバーなんだ。お前は特例で空きがある男性刑務所に入ることになった。はあ、そんな話聞いたことないぞ。こっちだってお前みたいなケースは初めてで困惑してるんだ。身体検査するから服を脱げ。身体検査？お前がやるのか？女性刑務官は？ここに女性刑務官はいない。俺だって仕事で仕方なくやるんだ。なんてところに来てしまったんだ。私は全裸になり四つん這いで身体検査を受けた。四つん這いになる理由は肛門や膣内に武器や薬物を仕込む者がいるからだ。身体検査終了後部屋に誘導された。お前の部屋はここだ。お、独房じゃないか。さすがに男たちと相部屋にするわけにはいかないからな。そりゃそうだな。一人だったら気が楽だ。朝6時45分起床したら部屋の掃除をする。掃除って言ったって相部屋じゃないんだから汚れないんだよな。あー眠。7時に朝食。刑務所内では和食中心の食事が3食出る。栄養士が管理しているため健康的だ。お掃除だけどうまいな。朝食を食べ終わったら作業着に着替えろ。工場で刑務作業だ。はいよ。身体検査はありえなかったけど基本一人行動だし男性刑務所なんて楽勝じゃん。この時まではそう思っていた。案内された工場に行くと、いや女だ。なんで女がいるんだ。死んだぞ。うわお前ら近寄るな。私を囲むように囚人たちが近づいてきた。何年も刑務所にいて女に飢えている男たちの目は怖い。お前たち離れろ。懲罰行きにするぞ。刑務官が静止したおかげで男たちは散っていった。誰か私のおっぱい触った。くっそ。この工場でお前を働かせるのは危険だな。工場を変えよう。私が案内されたのは老人用の工場だ。じじいばっかじゃねえか。こんな工場あるのか。普通の工場はバーベキューセットとか家具とか作るから体力が必要なんだが、ここでは軽作業だけやってる。高齢の囚人は体力がないからな。お前も体力ないだろ。ちょうどいいんじゃないか。おやあんた女の子なんでこんなところにいるの。喋り方よぼよぼだぞ。今にも死んじゃいそうだけど。女の刑務所は定員いっぱいなんだって。あんだって耳が遠くての。おいおい大丈夫か。老人にもなると女を見て興奮するやつはほとんどいない。おかげで落ち着いて仕事ができた。12時になったら昼飯。朝食同様和食中心である。食べ終わったら再び刑務作業に戻る。16時30分に作業終了。独房へ戻る。仕事終わった。軽作業とはいえ慣れない仕事は疲れるな。作業が終わると夏季週3、それ以外は週2回の入浴がある。本来は複数の囚人が入れ替わり立ち替わりで入浴をするのだが。おい刑務官、私の入浴はどうなるんだ。お前は最後に一人で入る。時間になったら呼ぶから待ってろ。その後風呂の時間だ。ついてこい。お風呂。案内されると、ここが入浴場だ。入浴時間は15分だがな。え15分しかないの。15分経っても出てこないなら俺が入っていくからな。裸を見られたくなければ時間通りに出てこい。入浴後17時に夕食。うまいけどやっぱり味気ないな。夕食後は21時まで自由行動だ。テレビを見たり読書したりして暇を潰す。1日3食出てこの生活はある意味贅沢だな。そして21時に就寝。1日のルーティーンはこんな感じだ。数日後、たまには運動でもするか。独房こもってたら運動不足になるからな。囚人が希望すれば運動場で体を動かすこともできるのだ。この日は猛暑。タンクトップでランニングしていると、あいついい乳してるよな。あーやっちまおうか。視線が気になる。危なそうだからもう帰ろう。この環境では満足に運動することもできない。こちらのイライラも募る。ある日工場作業していると刑務官から声をかけられた。面会だ。面会？面会室で待っていたのは母親だった。春菜元気にやってるかい？うん。私はあまり親から愛情を受けて育った記憶がないため飛行に走った。そのため母親のことはあまり好きではないが、アクリル板越しに母親を見ると心がぐさっとくるものがあった。30分後。時間だ。うん。1回の面会時間は30分までと決められている。また来るからね。元気でね。うん。その後私は独房でこれまでの飛行を反省した。もういい年なんだしやんちょも卒業しなくちゃ。ここを出所したら真面目に働こう。そして2年後。久しぶりのシャバだ。春菜迎えに来たよ。お母さん。
もうお母さんを泣かせるなよ。戻ってくるんじゃないぞ。はいよ、世話になったな。その後私はとある工場で事務員として働いている。それからさらに2年後、永遠の愛を誓いますか？はい、結婚相手は刑務所内で私の担当になった刑務官だ。実は私たちは刑務所内で密かな愛を育んでいたのである。その後2人の子供も生まれ幸せに暮らしている。今回のお話はいかがでしたか？あんな可愛い女の子が男性刑務所に一人きりだなんて、タンクトップでのランニングは危なすぎますね。無事に社会復帰できた上、イケメンな旦那さんまでゲットできて何よりです。刑務所の男女関係については、こんな動画もアップしていますので、ぜひチェックしてみてください。制作スタッフのみそでした。動画が面白いと思ったらチャンネル登録もぜひお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。